写真中央を斜めに走る段差が、ネオダニ、断層の帯地震発生当時のネオダニ、断層断層付近ネオダニ断層周辺の地形図地震断層観察館で見られる断層のトレンチ壁面ネオダニ断層は、岐阜県元栖市ネオ地域を中心とする活断層である。市内の水町地区の断層崖は、国指定の特別天然記念物に指定されている。 1891年に起きた能尾地震の地震断層であり、日本最大の地震断層である。地質学的にも貴重である。1891年10月28日午前6時38分50秒に、ネオ地域を信号として発生した能尾地震の地震断層である。この地震により数十キロメートルにわたって、地表地震断層が現れた。 総延長距離約8 0トル活動1回あたりの最大左横ずれ変異量8ル最大上下変異量6ルに及ぶ大規模な断層である。能尾地震は M8.0 という日本史上最大の内陸近くない地震であったが、その地震断層であるネオダニ断層も日本最大の地震断層となった。このネオダニ断層以前に、 地震断層について記録されたものがないため、日本で確認できる最古の地震断層として記録されている。また、地震直後に記録写真が国内外の地震学教科書などに引用されたため、世界的に知られることとなり、世界各国からも地震学の研究者も多数訪れている。記録写真は複数撮影されているが、小藤文次郎が論文に掲載したものが、 海外に紹介されたことで、日本をはじめ世界中の教科書に掲載されて有名になった。この写真の撮影者については、小川和馬、セコヤス太郎、草壁金兵衛と複数の説がある。2007年5月10日、日本の地質百選選定委員会が、日本の地質百選の第1期選定として、全国83カ所を選定した結果が発表されたが、 その一つとして、ネオダニ断層も選ばれた。岐阜県本栖市ネオ水町地区、タルミ鉄道、タルミ線水町駅付近に断層が渡っている。口術の地震断層観察館、体験館は、同駅から徒歩2分の地点にある。1992年3月、ネオダニ断層に関する、博物館、地震断層観察館、体験館がオープンした。 ありがとうございます。